はいどうもおはようございます桂春照ですおはようございます塩田恵美ですえまあ世の中にはですね、はい、あのまあいろいろな能力みたいなのを持った人っていうのがいててだ<っ>かこう塩田さんの周りにも、うん、そのちょっとだかこうシックスセンスみたいな<ー>そういう能力を持ってるはいる、はい、あるいはその持っていると、うん、え自称する、うん 方々っていうのはいらっしゃったりしますた。はい、あのいますおります。どんなどんな感じなの？あのね、そ言える範囲でどういうにあの別に何かが見えるとかね、<え>そういうことではないんだけれども、あのお盆になったらあそのその彼女はね、お盆になったら父が帰ってきたことがわかるっていう人がいますね。ああ<ー>。要は父親の書斎で父の書斎で父の匂いがするとかね。うんはい、はいはい。なんかこうそういう音が聞こえるとかなんかそういうことを言う。 彼女はいますね。ああ、ちょっとなんか文学的スピリチュアル。やねああ、そうですね。ああ、そうか、そうか、そう、そう、でも、そういうのは。ちょっと聞いてていいですね。いいでしょう。お盆になって,なって,て、ね、なんかそう帰ってきて、なんか面白いなあと思って話聞いてたんですよ。父の父親の癖。はい。例えば、例えば机をこうやってこう。で、こう叩く音のが癖だったんだけど、はあ、その音が同じリズムで聞こえるとかね。なんか。 そういう話聞くとああそれもスピリチュアルうんんそれはあるけれど、うん、信じる信じないあるけどそれはいいなって彼女がちゃんとお父さんとこう触れ合ってるじゃないですか亡くなったお父さんとお盆にねいい話やないい話でも <laughs> だからそういう話が芸人とかの手にかかると、うん、いやそうほんまかいなっていうような言う,、うん、う人って、うん、あの去年死んだおじいちゃんが。うん ナスビにこうあのお箸つけたやつあるやんか、はい、あれになんかちっちゃい形であのま,またがってたや <laughs> <laughs> つかって <laughs> ほんまかいなと <laughs> おじいんがまたがってたとナスビにまさにカエル準備してはったんじゃないですかでそういうことですね,そ,ねそういうことですね<ー>でまあこの間私成城ホールっていうところで落語会あの二来家内のやつをやりまして、はい、でそれにね、うん、私のね 嫁のね、友達同級生っていうのを見に来てくれたんですよへ<ー>んでなんか帰るときにあどうもありがとうって言ってその嫁がね、うん、嫁も来てたからその時ありがとうってその同級生に言うたら肩バーン叩いてあんたの旦那第一如来降りてきてたから大丈夫やとかなくて、えー、何や何それと思って第一次如来第一次如来があのなんか ずーってなんかあの仏像の姿なんか降りてきたから大丈夫とかってあ,あそうお仏像の中にいるやつね大日の雷, <laughs> <laughs> 第二の雷が降りてきたから大丈夫へえ<ー>脇にな8人ぐらいな8人ずつぐらい見てはったわ言うて。 あ、そうなんですかこれはどういう人らかわからへんけどとにかく第一如来の光が強すぎてその八人はようわからへんかったけどとかなんか言ってんねその人がこの間家に来はったんですよ新居に何しに来はったかって言ったらその人なんかのマッサージしはる人でなんか多いですねマッサージしはる人でそう感じる人ね多いえ、あの なんかそういうことを言う人の中にマッサージする人多いって今言ったやんか、うん、なんかそういうの俺感じることあるうん何なんですか、ね、僕の中でもう偏見ももう満ち溢れた意見を言いますけどね、はい、独断と偏見ヨガをやっている人の99%は反原発ですねヨガやってる人 でロハス、ヨガイコールロハス、ロハスイコールナチュラリストということはっていうことはっていうことなんですよ、ね、そっかそっか、つながっていくんですね。そうそうそう、そんななんかあの、はい、はははなんか人知を超えてエネルギーは使うべきでないというあで。マクロビオティック食べてね。<laughs> 何,何ですか？あ,あの動物性タンパク質とか取らないんですよ。<laughs> あの白い砂糖も取らないんですよ。<laughs> はいはい白砂糖を控えそう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 でなんかこうそういうねお野菜とか <laughs> はい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 タンパクも植物性で取るっていうねうでももううちの嫁の妹来たら。 冷蔵庫のもう全部捨てられるもんねあ<ー>完全にその人なんですよあ、そうですかビーガンとも言うのかななんかそういう、うん、なんかこれは添加物入ってるあれも添加物入ってる添加物もあ、そっかそっかそれはそうですよね俺からすれば何が添加物かっていうのに恐れてそのストレスで煩うわ <laughs> なんか食べるものなくなりそうですねそれを排除していってたらねそう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 でねそのマッサージしてしはんのやんか、はいはい であのやりながらこれ、なんか俺,俺以前、うん、あるところでマッサージみたいなしてもうたら、うんうん、それを、うん、ゴミ箱大きいゴミ箱のほう行って、うん、っていう人おったっていう話したよ覚えてますよあの春蝶さんの体の中からなんかこう悪いものを手が吸い上げてるんでしょきっと、うん、でそれがあの吐き出しに行くわけですよね別の部屋行って。そうそう <laughs> 嫁やってる最中ね「うわってずっと言ってんのよ。ほんで「シュッシュッシッ」ってか言ってんのよ。あんかすごいなと。切ってるんでしょうね。 でなんかあの腹からあ出てきた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 とかって、うん、ほんでその嫁がそのそれをファッとこう触ろうとしたら被爆する、えー、とかなんか言うね被爆する、えー、そのなんかその悪い光線が出てるとそっから<ぁ>それを手にかざしたらそう手が被爆するっていうねはすごくないはまあちょっと未知の世界ですけどね全然未知の世界 <laughs> <laughs> でいやーしかし春潮さんね、うん、私これやってる間ね本当にね生き量との戦いですわ言うて、はあ、なんか言わはんねんかそうなんやこの間なんか88人生き量ついてるやついてねえー、あのつきやすい人っているんですってね、うん、平均でも大体10人ぐらいはついてますからね、うん、って言っへ、えーうん、ほんで あの僕らってさあのこういう業界にいてると生き、まあ、量というかステージとかってほら例えば俳優さんとかで主役っていうのは全員から嫉妬されるたりするわけですよ。ね、そんなことはは絶対口には出さないよ。出さないけど心の奥底で羨ましいなと思ってたりとか羨ましいなぐらいならいいんだけどもっと負の感情だったりするわけですよ。 ということはイコールどういうことかって言ったら嫉妬されてれば嫉妬されてるほどいいということなんですよね。そうですね。しんどいけど。しんどいけどね。受け止めなあかんから、ね。受け止めなあかんって。だいたい平均で10人やと。これ<ー>僕の番回ってきて俊長さんもちょっとやりますわ言って。うお試しでって言って。わあとわっくわあ、えー、言うてわって、被爆する。まあ一定のやつあって。<laughs> うん で、ちょっとあのね、私もね、嫉妬される可能性のある業界なんで、いかがですかって言ったら、えわ、ー、かりました。今から見ていきます。って最終的に、えー、腰にね、えー、4人ぐらいついてました。少ないって。<laughs> <laughs> あんまり嫉妬されてへんやんってっ。もうちょっと息量ついてて欲しかったなって。<laughs> <laughs> 思ったんですけど。 えでも、四人ついてるんですね。四 <laughs> 人は少ないな、もうちょっと惜しかったなと思ったね。えまあ、あの、そういうのがあったりとか、まあ、まあ、家にいてることも多少、あの。先週に関してはありまして。はい。まあ、昼ご飯ぐらいだったら、こう作ってあげようかとか、なんかって言って、うんうん、あの。 だいたい昼ご飯とか、手っ取り早いもん作ること、えみちゃんたらどんなもの。を作もう、あのチャーハンとか、後ま夏やったらもうそうめんですね。あ、もうそれ多い。ぶっかけそうめん。そうめん、だいたい何、何食べる。えっと、イボの糸。イボの糸やな。はい。や、俺でもな、最近ハマってんのは半田そうめんよね。半田麺をオッケーやったら、もうちょっと半田麺いきますわ。いや、そう、半田麺とそうめん、ちょっと違うから。 でももあれもそうめんって言うでちょっと太いでしょ太い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 ,太い俺な昔からあれ嫌いやってんえー、半田そうめんなんやねんこれと思ってたけどうん、うん、今ええなしいしい半田麺おっきかったらもそれはもう半田麺半田麺好きなの両方常に常備ですよ半田そうめん半田麺といぼの糸常備もう乾麺はそれにパスタもうこの3種類は、ね、いや僕でもすごいやっぱ嬉しいのがね、うん、あのー、僕は 既製品の出汁で食べさすことっていうのも、それあるよ。うん、だけど、僕は基本的に、あのおじゃこと、えー、昆布で。出汁とるんです。でそれをほんで別の容器に入れて、<ー>ボウルに入れて、うまいことかからんように、なんか中にそれ入らんように冷やして。え<ー>で、あのー、それを入れて食べてもらうっていうのをやんねやんか。だから、常に僕、出汁はストックしてあるんですよ。素晴らしいですね。 いやーもうだしが一番面倒いやーそうなんやけどなまあでもねそれ作った方が味がねもう全然違うだからねそう嬉しいのは子供の食いつきが違うんですよ分かってるんだそれやっぱり美味しいもんってやっぱ子供でも分かん,んないな分かるんですね子供の方が余計敏感なのかもしれないです、ね、からんなでそのパスタでいうとやっと僕なんかこんな基本的なことっていうのが今やっと分かったって言うとナポリタンの作り方っていうのがやっと分かったんや あれ最初にやっぱり、うん、ケチャップとかもソースとして作っとかなあかんねんなそうですうんうん俺今まで、うん、茹で上げたもんに上にわーってケチャップかけてそれで絡めとってやんかああ<ー>ほなんだだ甘いねんいやあれはもうウスターソース入れないとあウスターソース入れないとダメなのウスターソース入れたら味ちょっと締まりますよはあそうケチャップだけやったらもう甘すぎて私もちょっと食べられないんですけど あそらえこと聞きまにウスターソースですね、相性いいんどれぐらい入れんの？いや、まあウスターソースのかももちろん少なめですけど、一回しぐらいでいいんじゃない？一回しな？はいはい。え、あのカルボナーラ作ることある？私ね、ちょっとチーズが苦手なんで、カルボナーラは家では作らないんですよ。本当？え、僕もな、実はカルボナーラっていう食、あの食べ物が。 苦手だったんですよ、うん、しつこいやんあれん濃いあれで僕ちょっとね最近見切ったついにあのカルボナーラが美味しく食べれる方法を見つけたのが、うん、あれ生クリームでやるからあかんかってん、うん、牛乳あへえにんにくでまずベーコン炒めるやろ、はい、でそれの上にもう牛乳入れんねんへ<ー>ほんでコクは味噌 ままた味噌っていい仕事しますね味噌ちょっと入れるわけよ。でそこに、えー、パスタとりあえずは入れて、うん、牛乳ある程度絡めてほんで別のボウルに卵黄とそれから粉チーズを入れといたものに最後和えるみたいな感じにすると、うん、あのねサラッとしてるんですよ牛乳の方が。 もう本当に食べ、最後まで食べるの大変ですもんね、カルボナーラ。カルボナーラはな、なね、途中でなんかあの嫌になってくるだろう。くるいや、あれはね、生クリームなんですよ。うん、そうか一回ちょっと牛乳でやってみてくれへん。ああ、やってみます、ね。ん多分食べれると思うで。そか,そか、そか。うん。う でまあそうなんでなんか料理というのもなんかこう一つ一つがなんかこう未知というかいや私ね私は実はね、うん、春秋さんあのすごいあのリンクしますけどミートソースを作ったんですよ、うん、で私も自分の作るミートソース一番好きなんですね私ちょっと一回持ってきて <laughs> 冷凍してるから一回持ってきましょうかストックしてるからね、うん、でそ大量に作ってまあ、ジップロックに小分けしてで今冷凍してるんですけど、うん、そのミートソースももう1時間ぐらい煮込むんですよ私のセロリと玉ねぎ山のように入れるんですねひき肉と。う 1> でも1時間ずっと煮詰めてで食べるんですけどやっ やっぱり自分で作ったり、手作りをして、もの美味しいなと思うし、もう一個思うのは、なんかね、料理をそうやってな何時間もかかるでしょ一時間煮込むってことは、準備から始めたら。 それをやろうと思うその精神的な部分で、うん、気持ちの上で余裕があるってことじゃないですか、うん、料理をしようというのはそこがいいなと思うんです忙しい時なんか全然料理しようと思わないですよもう、うん、手っ取り早くもなんかねお惣菜買って帰ってきたりとかなるんだけどよし一から作ろうと思えるこの心の余裕大事やなと思って思いますね,ねなんかお料理ってストレス発散になるなと 思うす晴らしいなんかこう集中本ん掃除してる時とかもそうだと思うんだけどそうですねでどん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 自分の心がいい状態になっていくよねあれでいきますねそれを食べるっていうような青な美味しいなとた玉ねぎいっぱい入れて、うん、セロリもいっぱい入れてそれてで1時間煮込んで、うん えー、食べるの一人。そうです。<laughs> こうなっちゃう。なっちゃうよ。もう出雲大社行くよ。縁、えー、結びの神様に頼りますよ。もう最後。<laughs> パワースポット、パワースポットで日が暮れる。<laughs> もう人生くれるかも。もうなんかパワースポットばっかりって。そ <laughs> う、そう、そう、やっぱりね。 そのテ,テーマが春すすぎるんですよね塩<え>田恵美さんね人生がねもうそういうい、ね、もうちょっとね嘘でもポーズでいいから秋感出してくれへんそうですよね秋の最後の方の感じ出したら、うん、一発やで男なんてあ,そ,あそうですかそ出し方がわからないんですよ、うん、私はの一言でいいんですよ男の前で一言でいいんです何を言うんですか寂しい時あるねん 顔で <laughs> もうこそこわくなってきて、<laughs> そうやろ？いや一回言うてみ、俺の前で一回言うてみ、こんなハードルの高いことを言,言われへんわ。出雲大社以上の効果があるから。いやいやもうちょっと待ってください。出雲大社。いやだからちゃちゃちゃこれはだから心から言わなくていいんですよ。<ー>演技やから。いやもうそれでもなんか。 抵抗ありますわ。いや,いやいや,いや寂しくないのにね。寂しいあのね、出雲大将者を信じるならば、うん、男の意見を信じた方がいい。<laughs> いやちょっと待って今の名言。あそうそうですよね。そう。信じてないもんね。出雲大社を信じる手まで <laughs> 近くにいる恋愛関係にない男の話を鵜呑みにする。<laughs> Understand? お前 <laughs> 面白いわー。いやちょちょちょ言うてみ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 。寂しい時あるねん。寂しい、ね。笑いな。<笑>,笑ったらあかん。寂しい時あるねん。えな何個何個あ本当とびっくりした。あ違う違うでそで言い方が夏やねん。<laughs> <ょ> <laughs> 言い方にも秋秋,秋秋。それその紅葉でそのもう落ち葉がこうわっとなんか待っている。 感じでね。うん、寂しい時あるねんって言うのよ。ちょっとそれ次回の宿題にしていいですか。<し><う>宿題って。私だって以前ね、あの南光師匠にね、かちゃ南光さんにね、あの言われたことがあるんです。もう今今何もずっと心に残ってるんですけど、うん、いやもう師匠全然彼氏できないんですよとかってまたいつものように話してたら、もうしおちゃんはねあの笑う時声が大きいって言ってて。<laughs> 師匠声大きいか高野ですか?」って言うて「あかんよー」言われて「もう女の子はボソボソ喋らない」っていやあのねそう鷹野師匠の言うてること本質的なことをおっしゃってて、うん、やっぱりね例えばその我々の業界で人から共感されるということであったりとか、うん、あなたでいえば恋愛、うん、ね人をやっぱりこうね多く寄せるのはね何かというとね小さな不幸ですよ。あそうか 小さなななを演出しないとダメなんですよこの間だから僕はあの三遊亭満喫っていうのと二人であの落語会やったんですけどまあ悲哀に満ちてたよ <laughs> それは何かって言ったら芸人の悲哀にね <laughs> もうドッカンドッカンける<ー>まあ満喫はとりあえずあのカード作られへんっていう話 <laughs> トカードられへん三越かなんかで「カード作りませんか?」みたいな「いやちょっと作れないと思うんですけどそんなことございませんお客様お客様そんなことはございません」って言って「ここにちょっと書き込んでいただいてね」って言ってほんで「年収を書き込んでください」って言って「年収」って言ってほんで「100万円」って書いたらしいねやんかほんら「 100万円 <laughs> それあの改めて聞き返されると本当にあの「きついですよねであのすいません上司にちょっと掛け合ってまいります」って言ってしばらくお待ちくださいで上司に掛け合ってきたとほんな満面の意味で戻ってきて「<laughs> おめでとうございます<ん>許可がおりました!」言うて。 でちょっと嫁に聞いたら「すいませんあの100万円」って言ってましたけど「130万円の間違いでした」って言ったら「大丈夫ですどっちでも一緒ですから」みたいな「<laughs> <laughs> 100万円とか130」と彼にしたらむちゃくちゃ大き,な大きいけど向こうにしたら100万も130万も一生残っちゃうと。 んなんか上限20万円かなんかであれで組めたみたいな話をね<ー>まあしとったわけですよあそれもなんかしらけどなんかほんでなんかそ言うたらああいうのって商品券買うところみたいに横に5人ぐらい並んでんね、うんカウンターはほんで全員がバーって立ち上がって「おめでとうございます」ってのに言うたらしい <laughs> 普通ありがとうございますやけどね「<laughs> おめでとうございます」って <laughs> でまあ俺は俺でそうや俺もな不動産なんかこういうの購入する時に、うん、あの <coughs> えー、お金借り,借りれるのかどうかっていうことを聞きに行ったって話ここでもまあ何回かしましたけどねでこんな話やったわ言うて、まあ、改めて言うと「うん、すいませんちょっとあのー、お金借りたいんですけど」って言っああそうですか」って言って「あてて、えーあのー、貸せない業界っていうのはまああるんですけどね」っていうのを向こうがなんか言うたと。<laughs> の嫁が逆,逆質問で逆にそれって何の職業なんですかと、うん、ほんだら「ああそれはもうもちろんそれはな反社会的なあそ,れ、ね、そういう業界の人を言ってるんやと嫁は思ってたわけですよ、うんえー、反社会的なねそれは貸せません」と、うん、頭ごなし,しょある職業は貸せないんですよ」と言うからほ、うんうんね、んで「何な,なんですか?」って言ったら「まあ、もちろん反社会的なあれですよね」っていうふうな気持ちで聞いた、ねうんで、うんうん、ほんだら「お笑い芸人です」<laughs> ほんだら嫁が「ああ」とこう言ったと、はいえー、だから「ああえちょっと待ってください<笑>そうお笑いの方ですか」って言って「いやまあそうなんですけどね」って言って「ええ申し訳ございません」 お客様まさかそんな人が来るなんてみたいな。でいやあのどっちかって言ったら伝統的なやつなんですけどね「うん、それを早くおっしゃってくださいませー」って言って「でえそれってなんか歌舞伎とかですか?」とかってほんなら嫁が「そんなええもんちゃいます」って言ってでえっ?」て言って「うですか?」「いやですからそんな格式高いもんちゃいます」って言って「文楽ですかですから」えー、だから実は落語家なんです」って言ったら「ああああああ あって向こうがまた言うて「何代目ですか?」その方のお名前これがすごいでしょ、えー、これ何代目っていうのがねだ3代目ですって言ったら「ああ5代目からならかせるんです」って言ったと <laughs> ほんで僕はその横にいてる満喫に「お前何代目やねん」って言ったら「4代目です」って言った。<laughs> じゃ、これなんか、ちょっと、これすごい、なんか、その時は、その時の、あの雰囲気で、四代目ですって言った時に。なんか、今までのトークで、なんか、一番受けたっていうか。いや、もう、それは、五でも、三でも、受けませんからね。そうなんですよ。四、四。かんちゃんを積もって。きたそう、そう、そう、そうです、そうです。これ、すごいなと。で、まあ、次の日、僕、二日連続で、かいやったんやけど。その次の日が、三遊亭おにまる。 これは埼玉のファイ5っていう、はい、あの FM 局で帯ででやってるんですよすごいだから向こうでは人気なんですよ<ー>で、まあ、彼を読んで,で、まあ、なんかあのラジオ論みたいな,になって<ー>でラジオってだから今こうだみたいな話これがすごい盛り上がったんですよ。<ー>えー、で「いや,そいやうちの相方はすごいで」って言って <laughs> 僕が言うたんですよ。 姉さんのこと <laughs> こないだなんかびっくりしたでーっ!」言うて僕はだから Twitter でのなんかいろんな発言で <laughs>、うん、いわゆるその,あの右系の方からは「もう左や」と言われ左系の方からは「なんかこの曲名」みたいなことをなんか言われ「<laughs> ネット右往じゃ」とかなんかで言われ「<laughs> うん、もうえらいことなってんねん」って言ったらうちのその相方の塩田由美さんが「いや右往左往されてますね」って言ってそれあんた ツイッターでこれ買いほんだら千何百リツイートで「塩、えー、田天才」とかでもう6万7万人ぐらいが反応してるんの塩、えー、田恵美」っていう人って何なんですかみたいなすごいですよ私の中ではだってほんでなんか訳の,の分からん文句まで言われて。うん お前それでも話しかかとアシスタントの方がうまいやんけお前<笑><笑>もっと勉強しろみたいなことをなんか変な攻撃されたりとかしてまんねんしてまんねんう <laughs> そうかいやもう本当にうわーありがとうございますそう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 ま<や>ツイッターをやらないからその拡散具合が全くわからないんでけど、うん、その六万とかその桁がもう

<laughs> 繁盛亭にあの,あの塾女系の AV 女優さんが見に来た時に、うん、その時工場やっててけど一番左僕らから見て左側に座ってたんやけ、うん、まあまあ言うたら上手や上手側に上手,に、ね、上手ほんなら工場してる時に全員がちょっとずつちょっとあの上手の方に寄ってたっていう工場の時に, <laughs> の時にほんならいい <laughs> でしょ大吉が「あそれってあの緩いダークダックスですね」<laughs> <laughs> 天才もう天才やなと思ってでそんな塩田エビさんがなんかあのすごい可愛いなと思ったことがすごくあったのが浅井千佳子さんとえ池田つきさんと、うん、でエビちゃんと僕と4人とでご飯行った時に、うん、浅井千佳子がもうねいからな,んかな全部ずれてんねん言うことが。<laughs> なんかこうなんかいろいろ言うねんけど全部ずれてんねんね自由なんです発言が、うん、だからこう春虫さんがバって喋ってても突然思いついたことを関係ない脈絡ないことをポッと言ったりっていうのがうたまにあるんですよねそう,そ,うそれはまたその愛すべきキャラなんですよそううそうでも全部ずれてるから、うん、もう最後の方にも僕が「おっちょっとええ加減ねせよ <laughs> 姉さん 全部ずれてるしさっきからそれに全部足を取られてトークが前進まへんがな <laughs> 何を言うてんねんほんまにもうええかげりしいや!」って言ってたらほんならもう塩田さんも相当それを感じておられたみたいで「<laughs> そうだ!」って言って、ねうん、自分もベロベロに結構そう,うてた時に言て,、ね、てた時にああいう感じのことを言うたら男がええー、ねん。だからなんかその、えー、ね、うん、もう男に会う時はとりあえずなワイン3杯ぐらい飲んでから行き <laughs> なんて言ったと思うその時。え覚えちゃちか、ち,かちゃさんになんか、ニコって笑いながら、うん、そうだおちゅうちゃするぞかつらしのバタフライエフェクト